大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家一きです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、大きくラブ。 50%の確率外すということでね、前日ね、5.86で刺さらず、その後5.87にしていたら5.88までねしか落ちなかった、購入できなかったラブなんですけどね、まだ引き続き、o、を引いております。さあ、どのようになっているのか、そして CPI 後のね、それぞれの株価の値動き、そして今日は PPI があるということでね、まあ、どんな感じになっていくのか、いつも通りね、はい、作戦 会議行きたいと思いますアメリカの現物の株式取引は大人のたしなみですそれではスタートです はい、まずはね、私たちの中ではね、もう知識不足、これはもうね、必須だということになっております。今年の NISA、一般 NISA では、レバレッジ型の商品、ソクル、レバナスが購入できるんですけれども、来年の NISA からは購入できなくなります。じゃあ何を買っていくんだということで、今はファングプラス、もしくは後輩当株、あとは債券、このあたりがね、有力視されているところと、その後輩当株の中のね、3つの 銘柄を知るとということでレポートの方が出ております。大富豪の投資術ということに、ね、なっておりますので、説明欄に URL 貼ってありますのでね、ねこちらの方もご参考にしてみてください。そしてね、たまにやるデイトレなんですけれどね、まあ、普通の人たちのデイトレってどんなことを考えてやってるのかなということでね、ね、まあ、こちら無料の、ね、書籍プレゼントになっております。 最後はね、ウォーレン・バフェットの投資術ということでね、まあこれらのね、本を読んでいただいて、知識をね、入れていただいて、速度レバナス投資に役立てていただければと思います。ただし、なんですけれどね、これかなり重要です。私、いつきは現物のアメリカの株式の取引しか推奨しておりません。本の中で CFD やね、信用取引、空売りなどね、進めるものがあったとしても、私はやらないということですね。説明欄に多数 URL あります。この他、以外にもね、 無料でね、読める書籍、そしてレポートの方がありますのでね、まあお好きなものをね、説明欄から選んでください。この番組は入金力を労働収入から資産収入へシフトしていくというね、過程を見ていただいております。まあ難しいことは考えずに。 私はね、毎月5万円、これをね、10年間レバナス買い続けることによって、ァイヤーを目指しているというね、番組を運営しているんですけれども、毎月のね、5万円購入のレバナス代、これをね、私が働いた労働収入から入れるのではなくてね、今、この番組でやっている、デイトレ、単元の取引、シングトレード、こちらの方でドルを稼いで、稼いだドルを円に戻して、レバナスを購入していく資産収入からのシフトをね、完成させていこうとしております。 6月、7月は成功してます。8月分大丈夫かなと。今のところ、まだね、はい、仕込みはできてるんですけれど、売却の方がね、まだ目処が立たずということになってます。今月はっ渡りかなと思いますけれど、まあ、こちらの方、労働収入から資産収入へ、ファーストステップ、こちらの方ね、今見ていただいてると。もちろん、ファーストステップがあるということは、セカンドステップ、サードステップ、出口ということにつながっていきます。 さあ、えー、昨日の CPI、こちらの方はね、かなりいい数値が出てきました。インフレがしっかり退治されているという数値が出てきましたね。えー、今日は PPI、生産者物価指数が出てきます。この生産者物価指数っていうのは、消費者物価指数の一歩ね、えー、前を行く先行指標ということになってますんで、えー、こちらの方もね、いい数値が出てきてくれればということで、えー コアの部分ね、えー、見ていきますと、前回2.8、予想がね、えー、すでに2.5と、前回よりもいい数値が出てくるということになっておりますので、まあ、この数値か、えー、この数値をね、えー、下回っていく数値が出ていってくれれば、えー、今日もね、引き続き株価は上昇していくんじゃないかと、えー、日本時間で21時30分発表になります。はい、えー、そうしましてね、えー、速度発射台設置完了ということで、 こちらね、ソクルの5分足のチャートですね、プレマーケットの時点で、21時30分、CPI の発表後、爆上げしました。 その後もね、じわじわと上昇していきながら、マーケットが開きます。ただし、マーケットが開きますと、一旦下落。そして、その後持ち直して、マーケットの始まった時よりもまあ高い値段で終わっているというねことになっておりまして、最安値が、マーケット開いてる間ですけどね、25ドルから、上は25.85ドルまで動いたということですね。そして、こちらが冷やしの方のチャートになっております。大きくね、窓を開けての 上昇 OTDC シャル的にも、しっかりと上昇トレンドは継続していただいていると。えー、終わり値が25.69。そしてまだね、えー アフターマーケット終わってないんですけれど、その後25.88と上昇していってるんで、まあいい感じでね、So x l の方は終わってるんじゃないかなと。えー、今日は明日でね、ド、え、カーンと、えー、ボリンジャーバンドプラス2シグマをね、えー、突き抜けていってほしいなというふうに考えてます。えー、ただここをね、えー、突き抜けていかないと、 20から27のオレンジに入ってるだけということになりますんで、20から27のオレンジに入ってるのか、それともね、27をガツンと突き抜けて30まで目指していってくれるのかっていうところ、まあ、今週から来週にかけての見どころかなと思います。 さあそのストイクセルなんですけれども、終わり値が25.69という、ねえー、ことになっておりまして、今日プラス5%、ねえー、上昇しますと26.97、7%上昇しますと27.48ということに、ねえー、なってきますので、まあ、CPI で、ねえー、5%ぐらいしか上昇しなくて、えー、PPI でえー7%も上昇するのかということはあるんですけれど、一応ね、えー、今日7%。 瞬間最大風速が吹けば、私が狙ってる27.27 27、こちらまでね、しっかりと到達するということになってますんで、6%ちょいぐらい、まあ、上昇していただければなと思います。ただ、基本的にはね、はい、まあ、今週中、今日と明日で上がってくれればいいかなというふうに考えてます。さあ、楽天証券で持っております、ソクル100株。こちらはね、残念、プラテンならず、マイナス0.64。 ネックス証券で保有しております108株。こちらはプラス1.6%ということで、こちらはプラテしましたんで、まあトータル的にね、速ルもプラスになってきてるのかなというね、そんな感じですね。 さあ、テスラ1.5倍ブル、を締めつけるのかということでね、こちら、冷やしの方のチャートなんですけど、ま,あ、まだ下落トレンドなんですけれど、まあ、ちょっとね、上昇し始めてると、今日か明したで上昇トレンドに変わってしまう可能性もあるというのがね、まあ、このテスラ1.5倍ブルですね。 ただしね、こちら、ソクルのね、チャートと見比べていただいても違うように、まあ、プレマーケットの段階、21時30分でドーンと上げたんですけれど、結果マーケットが始まったら下落。そして、半値戻しぐらいですかね。 えー、それぐらいまでしか戻らずに、マーケット終了。まあ、その後のね、えー、プレーマーケットでもは若干値段戻してるぐらいということで、えー、ちょっとやっぱりね、えー、テスラ1.5倍ブル、今のところ頭打ち感がね、出てるのかなという、ということはもうちょっと下げてくれてもいいんじゃないかということで、えー、テスラ1.5倍ブルがね、15ドル前半になればね、若干購入していきたいかなと思います。 さあ、ラブですね、えー。今回最後の仕込みと信じ、買い付けを入れてから8日間経っております。 そして7日目でね、1 0 0ト足らずで購入できなかったのが、まあ、大引いてるということで、2分の1外してます。いろいろな意味でということで。まずはこちら、5分足の方のチャートですね。プレマーケット21時30分 CPI 発表後、上昇したのは間違いありません。マーケットが開いたら下落の一途と。そして、まあ、ちょうどソクルとテスラ1.5倍ブルの間ぐらいの、ね、チャートなのかなということで、高値の 方、ね、まあ戻し切らずということでまあそれでも前日から見るとね3%の上昇で終わってるんですけれどねまあ最安ね6.07までそこ掘ってそしてその後上昇はそこねこの6.33というのは始まった時だと思いますんでそこまで戻さなかったというねことになってますでまあ残念だったポイントは2つということでね227株買い戻ししてるんですけれど6.27で買いで 買い戻ししていると、えー、最安値が6.07まで掘っておりますからね、えー、なんと20セントも高いところで購入してしまった。これ残念ポイント、買うタイミングが早い。そして、えー、昨日ね、えー、ラブ買うのか TMF 買うのか、最後の最後までね、えー、ライブ中、まあ、やっていたんですけれど、ラブにしてしまいました。えー、TMF の方はね、えー、うなぎ登りに上がっておりましたので、ああ、TMF だったのかななんていうふうにね、まあ思っております。ただ ただね、えー、基本的に昨日、買い戻ししたのはね、私の中では、まあそこまで失敗だったのかなとは思っておりません。ただね、えー、振り返ってみれば、もうちょっとね、はい、待つべきだったなと。えー、6.07、ねまあ、まででさ、ね、せれなくてもね、まあ6.1から6.5の間ぐらいでね、さ、えー、さなかったらダメだなということで。 さあ、気を取り直して、冷やしの方のおチャートを見ます。まあ、しっかりとね、上昇トレンドに入っているということになってますんで、まあ、ボリンジャーバンドプラス2シグマ、7.5あたりまでね、しっかりと上昇していただきたいかなと。まあ、今日は明日でね、中心線よりは上昇していただいてね、まあ、限りなく、ボリンジャーバンドプラス2シグマにタッチしていただきたいかなと。あと問題はね、ここでレンジに入っていく それとも上抜けていってくれるのかというところで、まあ、ここを見定めていきたいと。まあ私としては、まあ、2ドルぐらい、ね、利益が乗ればなというふうに考えているんですけれども、さあその LABU ですね、楽天証券で527株保有しております。こちらトータルリターンプラス2.1%。まあ、ネックス証券で保有しております211株。こちらプラス6.14%ということになっておりますので、まあし しっかりと、ねはい、2ドルぐらいは、ね、利益乗せたいなと、まあ、楽天証券の方はひょっとしたら1.7ドルぐらいで、ね、手を打っていかないといけないのかなという気はしますけれども、合わせますと738株ということで、ね、これが今月中に、ねまあ、プラス1.7とか1.8で売れりゃ、ね、1000ドル達成ということになるんですけれど、どうなっていくことやらと。 TMF、TM ドルの待機場所ということでね、まあいい待機場所になってるのかなと。 火曜日まではね、えー、10年人一度の会話ということでね、TMF 超ウルトラお買い得だったんですけれど、まあ、えー、普通の会話に戻ってしまいましたということでね、えー、お得なのはお得なんですけど、超お得かっていうとね、まあ、超お得ではなくなったというような感じで、まあ、バンドウォークの方もね、終わったのかなということと、上昇トレンドに戻りましたんで、まあ、まだね、えー、この TMF っていうのは私は7.8。 より下回っていれば買いだと思ってますんで、まあえー、終わりにが7.36ということになってますんで、まあ、まだまだ買い場っていうのは続いてるんですけれど、まあ、一旦ね、7ドルを切る、えー、この TMF っていうのをね、見てしまうと、今の7.36っていうのはちょっとね、高く目に映ってしまうのは、これ人間の感情が入っているんですかね。AI だとそんなこと考えずにね、ガンガン買い付けしていくのかなと。さあ、この TMF ですけれどもね、えー、CPI を受けて、 7月の FOMC、これがね、今年最後の利上げになるかもわからないと。これがあ今年最後の利上げになって、まあ、それ以降の FOMC、まずはね、金利打ち止めと、そして様子を見ていきながら、利上げはないみたいなね発表があれば、この TMF っていうのはね、ぐんぐん上昇していくと。逆に予定通り7月、そしてそれ以降の FOMC のどこかでね、もう一回利上げがあるんだったら、そ から、ね、先の爆上げということになっていくと思いますので、まあ、7月利上げされたときに、まあ、もう一回、ね、沈んでいく可能性もあると、まあ、そのあたりが、ね、買い場ということになってきますので。 まあ、パウエルさん、7月の FOMC 利上げ、ここでね、利上げして、あとはストップですなんていうことはね、まあ、言いませんので、まあ、そのあたり、マーケットがね、どのように反応していくのかというところが、まあ、見どころかなと。えー、ただ、CPI とかね、PCE とかね、このあたりがしっかりとね、インフレが収まっていくというようなことになれば、まあ、マーケットはね、それを織り込んでいってね、再建価格っていうのはね、ぐん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 上昇していくと。まあ、今の利回りね、20年歳で4.1%。 これはかなり、まあ、お宝再建ということになります。 私が保有しております TMF 短期枠154株はプラス0.88ちょっと長期枠100株こちらはマイナス5.43スイングトレード112株マイナス0.62ちょっと長期枠252株マイナス0.92マネックス証券50株マイナス1.46ということになってますけれど今月の FOMC、えー、終われば、まあ、このあたりも改善して、ねえー、しっかりとプラス域になっていくんじゃない ないのかなということで今ね668株持っております スイング用は266株、長期用が352株ということなんで、まあ、ドルね、ガーンと儲かったときに、まあ、500株ぐらいね、長期枠の方はね、最低限しておきたいかなと。できれば今年中ね、8ドル超えていくまでは TMF ね、長期の部分っていうのは買い増ししていきたいなと思ってるんで、なんとかね、今年中に長期枠、まあ、1000株とかね、1500株ぐらいね、持って来年にね、いけたらね、まあ、最高。 かななんていう風に思ってます。そこまでねドルを稼ぐことができるのかどうか。それはこうご期待と。 DPSD の方はね、まあ、しっかりと上昇していってるということで、まあ、前日比プラスね6%以上上昇してるんですけれども、まあ、冷やしのチャート見ていただいたら分かるようにね、まあ、かなりね、食われていってしまってるということで、まあ、かなりね、利角組が入ってる状態、まあ、これを跳ね抜けて、さらに上昇していくパワーがあるのかどうかと、前回つけたね、高値70ドルをね、しっかりと超えていってくれることができるのかというのがね、まあ、ここ、楽しみ 楽しみなところと、こ、え、ろ、ー、ただ、プレーマーケットの段階でもね、えー、しっかりと上昇しているということがありますので、あんまり心配する必要ないのかなと、まあ、しっかりとね、えー、70ドル、前回の、ねえー、高値まではね、いくんじゃないかなと思っております。ただね、えー、まだまだ逆イールドは続いている状態ということなんで、まあ、金融不安が終わったわけではないんでね、えー、再度50ドル切ってきたら、こちらの方は買い増ししていきたいなと。 そのね、DPST なんですけれども、こちら、プラス28.46%ということでね、残念、昨日の最高値の時っていうのはね、プラス30%を超えていたと思います。この DPST は6月の26日にね、購入しておりますので、 まあ、約ね、半次で、プラス28.46%、利益が乗っているというね、状態は、まあ、いい感じかなと。ただ何分ね、940ドルしか持っていないというところ、これがちょっとね、痛いと。 さあ、7月3日、7月10日あ、このね、月曜日でしか売買できておりませんので、えー、まだね、売買実績っていうのは変化はありません。7月は実現損益プラス67.98、3月から7月累計は3614ドル71セントと、えー、さあ、7月も刻一刻と時間が過ぎていきますけれど、プラス1000ドル目指せる売買が成立するのかどうか、まあ、このあたりが楽しみですかね。 え楽天証券の方は LABU を買いましたので、買い付け可能額はゼロ。マ、まあ、ネクス証券もほぼゼロ。おかさんの口座もゼロということでね。えー、今、えー、持っている手持ちのドルっていうのは全てね、えー、商品に変わっているということになってますんで、ちょっとね、えー、この状態、何か欲しい商品が出てきた時に一切買えないということになってきますので、えー、何かをね、えー、売却していかないといけないと。SOXL はね、今プラスの商品とマイナスの商品がある。 と,いうことで 5, まあこれを私は27.11で今ね差し値入れて今週の金曜日まで売りに出してるんですけれどもまあ26ドル台でも手放して半分100株ね。 えー、そして、まあ、2500ドルぐらい、えー、手元にドルを戻しておいた方がいいのか、えー、それともね、えー、今日の PPI で、えー、そんなこと考えずに27.11まで上昇してね、えー、しっかりと売り抜けれるのかというところ、まあ、ちょっとここ考えております。ですから手元に資金がないとね、何か欲しい商品が出てきたとき、まあ、身動きがね、取れない、その時にね、ソクルがまだ下がっているということになれば困るんで、ちょっとここね、ソクルの方は え近々売却して手元にドルを戻していきたいと。 逆に TMF の5700ドルというのは、えー、もうちょっと寝かしておきます。えー、DPST の940ドル、こちらの方も寝かしておきます。えー、ラブ738ですね、えー、こちらがラブの基準価格が7.8になったときに、一応、売却の方を考えていると。今の状態では全売却を考えているんですけれど、まあ、ひょっとしたら500株だけになるかも分からないというところが、ね、あるんですけれど、まあ、4425ドル。まあこちら こちらの方と、そくるの方、えーこねえー、こちらの方を売却すべ、ね、てすると、まあ、利益を換算せずに、今ね、えー、自分の持っている資産だけで、まあ、約1万ドルぐらい、まあ、手元に戻ってくるということに、ねえー、なりますんで、まあ、このね、1万ドルを使って、えー、またね、えー 売り買いの方ねえ、がっつりとこなしていきたいというね、え部分がありますんで、ま,あ、まずは順番としては、ソクル売ってからラブルこんなねえ、感じで考えております。 さあ、私のね、今手持ちのソクル TMF DPST ラブたちですけれど、まあしっかりとね、プラス域にも浮上していただいてますんで、まずはこのね、プラス域に浮上している伸びきったところで売却していきたいなと。ぼーっと待ってたらまた下がってきますんでね、株式っていうのは上がりっぱなしっていうことはありません。上がって、下がって、上がって、下がってを繰り返していきますんで、まあしっかりとね、上がった時に実現損益プラスにしておいて、次下がった時に すかさず買い戻し、まあ、これをね、1年間繰り返していって、3月から12月の累計1万ドルプラスっていうのをね、達成していきたいと思いますので、さあ、そううまくいくのか、こうご期待と。今日もね、アメリカのマーケットが開いていきますので、22時からライブ放送をかけていきたいと思います。特に21時30分、PPI の発表後、 ちょっとぐらい反応してくれるのかどうかね、株式マーケットが、まあそのあたりが楽しみかなと。まあできれば CPI、えー、CP PPI でね、まあ5%、5%ぐらいで上昇して、おお、結果10%以上の上昇があったね、というのをね、見ていきたいところと。えー、ただやはりソクルの方をね、えー、見ていると、 まあ、そのね、あたり、今からね、ラブとかが伸びていくのかどうかっていうのを、まあ、予測できるんじゃないのかなということがありますので、いつもの通りライブ放送をかけていきますので、ライブ放送をね、えー、皆さんご参加のほどよろしくお願いします。この動画がね、えー、少しでも良かったなと思ったら、グッドボタンだけ押して退席よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次はライブ放送でお会いしましょう。さようなら。